国立病院機構相模原病院。独立行政法人国立病院機構相模原病院。独立行政法人国立病院機構相模原病院は、神奈川県相模原市南区にある医療機関、旧国立相模原病院。2004年より、独立行政法人に移行し、独立行政法人国立病院機構が運営している。政策医療における、 免疫異常分野の総本山、純、ナショナルセンターであり、診療、臨床研究、研修などの幅広い活動が行われている。その他に、がん、精神医療、生育医療にも力を入れているほか、神奈川県のエイズ治療拠点病院である。付設して、看護学校があったが、平成19年度をもって閉校した。また、全国の約25の国立病院機構。 都立、県立病院が参加しているデータベースがあり、名称は、忍者。忍者に参加していない病院でも、リウマチ科の医師との交流は盛んに行われている。独自に、臨床研究センターが病院内に設置されており、1年間に1から2回程度、患者本人、その家族や一般市民を対象とした講演会を、病院の地元である、相模原市内で行っている。近年は、 最寄り駅である小田急相模原駅周辺で開催されている。また、小児の食物アレルギー等の臨床試験を実施している。一時、テレビ放送、NHK 教育テレビ協の健康等で小児食物アレルギー治療、不可試験が紹介されたため、日本全国から患者からの問い合わせや新規受診や入院希望者が殺到し、 通常の最新予約や手術等の診療に影響が少なからずとも出た経緯がある。良い意味で言えばアレルギー疾患に対する治療、研究拠点があることが証明された。アレルギー科の専門診療科を持っている医療機関がほとんどない様子。さらに通常の病院ではリウマチ科、アレルギー科専門病棟を持っていないことが多い様子だが、相模原病院では 病床数こそ限られているものの、リウマチ科とアレルギー科の専門病棟を持っているの、特徴で、リウマチ科、アレルギー科を合わせトータルにケアを受けることができるのが、最大の利点である。小田急小田原線小田急相模原駅北口より、カンナ中バスで、国立相模原病院バス停下車すぐ、または、同駅より徒歩で、約15分。実際の建物は外にあり、 院内、産科、婦人科外来側から短い通路を歩いていく形になっている。店名は、カモメ売店では、通常の食品、飲料、書籍のほか一部の医療用食品、衛生用品、郵便局の小包み、U パックの発送、公共料金の収納代行を扱っている。2009年10月1日現在の営業時間は、 平日午前7時30分から午後8時と日祝は午前8時から午後7時30分まで原則として年中無休。この2から3年の間に交通系、流通系の電子マネーの利用も可能になった。売店内には新生銀行のカード式現金自動預け払い機が2012年平成24年3月27日まで併設されていた。 利用可能時間は売店の営業時間に準ずる。申請銀行のカード式 ATM が設置されていた、際、地方銀行、第二地方銀行信用金庫、労働金庫、農協等の提携がない金融機関のカードが利用できないため、これらの金融機関が発行カードが利用できず、患者本人、家族及び職員等からの設置がえ、 設置銀行の入れ替えの対応に大変苦慮した結果、2012年、平成24年3月28日より、今までの新生銀行のカード式 ATM から、駿河銀行タウンネットワーク支店、コンビニエンスストアである Q3F に、以前設置していたものと同一機種管轄のカード式 ATM に入れ替えられた。なお、駿河銀行のキャッシュカードカードローンカードについては、 現金の引き出し、借り入れの他に、カード入金、カードローンの元金のみ、元金と、借り入れ利息込みの全額返済、1操作につき紙幣口50枚まで、挿入可能カード振込みが利用できる。また、三井住友銀行、水ほ銀行、横浜銀行の3銀行が発行した、キャッシュカードについては、駿河銀行が独自に提携交渉し、通常のマイクス、 ACS オンライン接続時間より時間を延長して利用することが可能。三井住友銀行と水穂銀行、横浜銀行のカードの利用可能な時間は平日は午前8時から午後11時、土日祝祭日は午前8時から午後9時までと時間が延長されている。もちろん三井住友銀行、水穂銀行、横浜銀行の ATM で スルガ銀行のキャッシュカードを利用する場合も同じ時間帯で利用することが可能。ただし、それぞれの銀行で利用する際、ATM の目線上にある ATM ご利用案内等には、スルガ銀行のカードの利用可能時間帯には一切触れていないが、横浜銀行のみ表示がある。診療費の支払い方法は、現金の他に、トヨタファイナンス発行の TS3、TS キュービックカード、 ビザ、JCB、三菱 UFJ ニコス発行の MUFG カード、ニコスカード、アメックス、マスターカード、ディスカバーカードでの各種クレジットカードと一部の金融機関を除く銀行等のキャッシュカード、J デビットデビットカードで支払いが可能。支払いする前に窓口で申告することにより指定される病院名義の銀行口座へ振り込みにより支払いすることができる。 ただし、振込後期の場合、確認が取れるまで数日を要し、振込手数料は患者の自己負担となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。